まずは初日を振り返っていかがですか。そうです。まあ、作戦通り、前受けからの突っ張りで。まあ、あの、ワンツースリーできたら、一番良かったんですけど、前ソルさんとワンツースリーできたんで、とりあえず良かったかなと思います。準決勝の戦い方を教えてください。さあ、明日は、と、愛媛の後輩の泉君の番手で。まあ、精一杯、サポートできるように、はい、頑張りたいです。泉選手には、須崎選手、どういった印象っていうのをお持ちですか。そう、いや、まあ、いつも、な、まあ、どうですかね、自力で。 何でも頑張るで気持ちも喋ってる。言葉も強い言葉を使うんでまあ、安心して任せれるかなと思います。まずは一層終えてみていかがですか？そうですね。まあ、今日は前の動きに乗っている乗っていく形だったんですけど、動けてるんで反応できているっていう意味ではまあ、状態は悪くないと思いますえー。それでは明日の戦い方を教えてください。明日は枝丸君んの番手に行かしてもらいます。 枝村選手との連携っていうのは、うん、初めてです初めてはいどんな印象ですかそうですね今日もいい強い競争をしてくれたんでまあ、しっかりついてって自分の仕事をできればと思います、はい、一層終えてみての感想を聞かせてくださいえ久々に先行したんですけどだいぶきつかったです風の影響っていうのはありましたかまあ、特に感じなかったんですけどすごいスピードで負けられたんでその時の追い風を感じました準決勝の戦い方を教えてください はいいつも通り自力で頑張りますそれでは明日の準決勝に向けて最後に一言お願いしますはいちょっとメンバーも厳しいですけど自力で決勝のように頑張ります一走してみての足の状態っていうのはいかがでしょうかまあ着は良くなかったんですけどまあタイムも出たし足も軽かったんでまあ、悪くはないと思います 今回、泉選手は湘南バンク初出走ということになるんですけれども改めて、えー、湘南バンク、えー、想像していた通りですかそれとも何か違うところとかってのはありましたまあ軽いって聞いてたんですけどまあしっっっかかり軽かったなって感じです準決勝の走り方について教えてください、はいはセレンさんと2人で自力で頑張りますそれでは最後に準決勝に向けて最後に一言お願いしますはい明日しっかり勝てるように頑張ります応援してください前の金澤選手についてみていかがでした いや強かったですね赤番から先行してるんで湘南バンクを走ってみて改めて小笠原さんどういう風に感じましたバンク自体はやっぱり軽いですね平塚ははい。明日の戦い方を教えてください、えー、今日の特選と一緒で金沢君に前を任せていきたいと思いますそれでは最後に準決勝に向けての一言お願いします明日は金沢君と決めたいと思いますので応援よろしくお願いしますまずは初日振り返ってみていかがですかはい 今日は本当は前を取って突っ張る予定だったんですけど突っ張れなくてちょっとそこで焦っちゃったんですけど吉永さんに声をかけてもらって冷静に叩いてそこから行くことができました風の影響っていうのは結構ありましたかいやもう緊張でわからなかったですねそれでは明日の戦い方について教えてください、はい、地元地区の荒、えー、木さんの前で頑張ります荒木選手とは初連携ですかはい初連携です それでは最後に準決勝に向けて一言お願いしますはい、チャレンジャーなのでもう思いっきりいきたいと思います応援よろしくお願いしますまずは初日を振り返ってみていかがですかそうですね短期だったんですけれどまあ、流れに乗れて良かったと思います一掃してみての足の状態はいかがでしょうかそうですね今日は風の影響も感じずにうまい具合に踏めだと思いますでは明日準決勝の戦い方を教えてくださいわ自分は一人で やりたいと思います今日もに続いてということですかねそうですねはい。それでは最後に準決勝に向けて一言お願いします、えー、うまく流れに乗りたいと思います応援よろしくお願いします